On the effect of power of speech information for Vietnamese world segmentation, Naoka University of Technology, Nguyễn Văn Hải を発表しています。ベトナムはリソースの友達の関係で一般的な基礎処理が高い制度を得ないので、僕は改善その基礎の処理を改善したいと考えています。だからまずは単語分割、ベトナム語の処理機は2つのステップを分けて、単語分割とポスタッキングを別々しているえー、私は、単語分割する、品質情報を使っているとき単語分割のが精度上がると考えるのでその論文で、調査しています、調査の方は高橋さんと山本にOSVM と CLF を開発しているツールを利用してその結果で評価しています、最初ベトナム語については、説明します、ベトナム語は、ナーティングの文字を使って、アルファベットをつながっていて音節を作成しますその音節は、意味を持っていると意味持っていないの音節もあるだから、例えばその問い私というのは3つのアルファベットの文字をつながっていてその2つ1つの音節を作成しますその音節は、意味を持っている私という意味で、これは単語意味を持っているもう、複数の音節をつながっていて単語を作成するの単語もある例えば花粉これはバラの花という意味で2つの音節花の花とハムこれはピンク2つつながっていてバラの花させします、上のゾーナの説明 して、ベトナム語の単語を3つ大きいは3つの種類を分けられます、シングルの単語と複数の単語と、重複の単語を分けられます今ベトナム語の単語分割のチャレンジにと難しいのことについて説明します、そのライティングシステムナーティングのキャラクターを使ってそのナーティングはプロナウシエーションの単の表示してその単語の意味ではなくてそれ分割すと、分割するときは、曖昧性がたくさんあります。例えばその単語は、2つの音節でつながっていて1つの単語 の意味を持っています。だからその単語はどっちの部分を分けるのかそれは難しいです。今ベトナム語のチュンルには大体2つのステップ単語分割だけの作業をしています2つのはヴィエントクネイザーと、ロングズーというのチュンルを開発したのものと、高橋さんと山本 by OSVM と CLF は、単語分割とポストタッキングを同時にするチャンキングのタッグのゾーナの作業をしています、その実験については、高橋の実験の通りに CRF を使って、実験を行っています。そのポスタックのインフォメーションはワインさんを開発して、ベトナム語の15タックを使って、付属しています。そのデータセットについて、6972のセンターを、10割で分けて9割は for training set と1割は for test そのテストのセットについて、2つのものを分けます、その部分は post information を使って、B タグと E タグ、単語を表します B はその C の棒の、その単語を始めます。I はその単語の中
で表します。それは、一つの単語と言われます。次は、これはポスタゲンと、このポスタ使ってない、実験起こっているとき、その結果を、出るの結果を取ります。その結果については、ポスターインフォメーションポスのインフォメーションを使って、正しいの単語分割をの結果、例えば、これはバファンティモンハ、これベトナム語についてプロプ、固有名詞の単語でポスターインフォメーションを使って正しい分けられますと、使ってないときは、別の意味で分けられた。この場合は、ポッインフォメーションも使ってたら、間違うの部分出ます。例えば、マッカーとかカニアとか、その理数その結果については2つの方両方間違いで分けられた。別の意味で、ベトナム語にはマッチャは2つ の単語ですが、分けるなら間違っている、分けるなら、まあ、別の意味で分けられた。一つのことは、ベトナム語には、動詞は分けられん、動詞は、マスターとか死体とか分けられないで、そのは一つの単語で表します。例えば、私はご飯を食べました。これマスターは、一つの単語で表します。最後は結論と、その結果については、ポスインフォメーションを使ってベトナム語の単語分割を影響します。全部の結果をまだ見ないだから、そのどのぐらいの程度を影響は大きいのか、まだわからないですが、私はポッのインフォメーションをの情報を使ってぜひ、高い精度を得られると思います。それで日本語の携帯紹介式のアナリゾニーはナティスクをナティスクで、品種の情報を使って高い精度を得られるの単語分割の方法を学び、ベトナムの単語分割を応用して改善したいと思います。以上です。ご清聴ありがとうございます。